メタル賽銭箱や。ちょっとねコーラ買ってきました。それじゃあ乾杯。はい、というわけで現在時刻は11時45分です。もうねお腹が空いてきたので、そろそろね一人焼肉をやっていきたいと思います。くん、まだ購入して一度も使ってないので、今日ね使えることがめちゃくちゃ楽しみでした。それじゃあね早速ねこれをね開けていきたいと思います。中身ねどんなの入ってるかなっていうチェックと、 YouTube で大体の組み立てみたいなのは見てきましたが、ちょっと頑張ってやってみたいと思います。簡単だと思うんでね、さらっとできるかなと思います。しがみなの動画。開封って一番楽しくないですか。かわいいね。そうなんて書いてある。意外と今日風あって飛んでっちゃった。
組み合わせって最高ですね。しがみなの動画、焼肉ごちそうさまでした。やっぱりね、一人焼肉は最高ですね。自分のペースでね、お肉を焼けるっていいですよね。で、この後なんですけど、テキャップね、まだちょっと時間があるので焚き火をね、眺めつつ焼きマシュマロ、スモアをね、食べてみたいなと思います。で、用意したのがホワイトマシュマロとアルフォートです。これをね、使ってね、スモアを作ってみたいと思います。というわけで結構ね、のんびりしちゃいました。焚き火も終わって冷えてきました。寒い、めっちゃ寒いです。それじゃあね、本日はデイキャンプなので、そろそろね、片付けを配信したいと思います。はい、それじゃあね、片付け行ってみましょう。しがみなの動画、はい、というわけで撤収が完了しました。キャンプツーリングなので、帰りもね、ツーリングです。それじゃあね、スーパーカブシ125に乗って帰宅。やばいやばいやばい、やっぱりね、砂利道はね、なかなか難易度が高いですね。これだけ砂利が少なそうなところで、よし、いい感じですね。いや、久しぶりにね、晴れのデイキャンプをしたわけなんですけど、やっぱ楽しいね、キャンプ。本当はね、泊まりたかったのですが、明日はちょっと予定があるので、今日はね、このまま帰りたいと思います。いや、帰りもね、ツーリングっていうのがね、キャンプツーリングの醍醐味なんでね、楽しく走りながら帰りたいなと思います。で、それでね、今回は B6 くんもね、使ってね、焼いてみたわけなんですけど、トルキャにね、すごくね、ぴったりなね、サイズ感だなぁなんて思いました。はい、そしてね、やっぱり思うのが、りんちゃんが使ってた道具でキャンプするの最高、ハブで攻めるぞー、気楽ツーリングだぜー。夕日が沈む前ってなんかすごくさ、楽しくないですか。めっちゃ気持ちいい。うわー、この空気感、春だー。やばい、春の訪れを感じる。うわー、見上がせこがある。やっぱ水のツーリングいいね。やっぱなんかね、人はね、水を見ると落ち着く気がする。あれ、もしかして桜？めっちゃ綺麗じゃん、ピンク色。何桜なんだろう。咲いてる咲いてる。はい、というわけで今回はスーパーカブ C125 でデイキャンプにね、行ったわけなんですけど、念願の B6 くんを使えてめっちゃ大満足だし、おやつのスモアはもう想像以上に美味しかったです。なんかマシュマロとチョコを合わせただけじゃんとか言って、ちょっとね、舐めてた自分がいるんですけど、あれ合わせると美味しい、めっちゃ美味しいなって思っちゃいました。またね、次のキャンプとかで荷物を少なめにしなきゃいけない時とかがあったら、マシュマロとチョコクッキーさえあればできちゃうので、次の機会でまた作って食べようかなと思います。それじゃあね、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。